みんなありがとう。ロビンを助けられたのはいいが、どう脱出する？何か聞こえる。誰だこの声一体？バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよメリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞグランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。メリー。メリー号に別れを告げ、戦いの傷を癒すルフィたち。そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お気か、ルフィ。いってげ、じいちゃんじいちゃん。愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやー、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部オーカ七部会が存在し、三つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。
さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・ディ・ドラゴン、ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。僕が誰だか分かりますか？僕です、コービーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコビー？本当か？海軍総長コビー、彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い、海兵になるという夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて、今の僕があるのはお二人のおかげですから。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。僕、もっともっと強くなりますから、必ずまた新世界で会いましょう。新世界。麦わらさん、手配書見ましたか？あんた、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。うわあ、上がった。狙撃キングにもついてるぞ。なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五重ベリー。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え、夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと、出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？おい、ルフィ、こちらはじいちゃん。すまんが、やっぱり海の木図となれ。おい、じいちゃん、なんだよ。ここでは捕まえねえって言ったじゃねえか。うるさい、わしにもいろいろあるんじゃ。さてと、ルフィ、ちょっと時間を稼いでこい。セット、ここは僕に任せてください。今、来たか。フランキーは外してね。船はできてる。
俺が代わりに見せる。うおー、でけー、かっこいい。いつか海賊王になるんだ。この百獣の王の船にはフランキーからの伝言だ。フランキーはどこ行ったの？あいつに決めたんだ、船大工。本気であいつを連れていく気があるんだな。力ずくで連れていくよ。それが唯一の手段。俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる。手伝ってくれ麦わらさんたち。わやかに分かれたとは恥ずかしいですが、相手になってもらいます。でもところが、トビ、もっと強くなるんだ。もっと強くなるんだ。戻ってこないのか、リュウヒ。分かってんだろうな。あいつが頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。深い謝罪を聞けるまでは黙って待とう。あなたとここで再会できてよかった。必ずまた新世界で会いましょう。よし、準備もできたし始めるか。素手で大砲を振った。星は取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわよ。じいちゃんはどうにかしねえぞ。攻撃が止まらねえぞ。返せこら、俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。ロケット、ロケット、ロケット。貴様、サイボーグフランキーの手下だな。フランキーはどこに？ロケット、海軍だ。兄貴も追ってきてるってのに、やべえ。てめえ、覚悟はできてんだろうな。
程度で俺が諦めると思うなよ。ロケット、フッサンプ、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 いいね、スーパー、フッサンプ、ロケット、レッツゴー、ゴーゴーのバズーカ。いたぞ、フランキーの手下だ。今度こそ逃がした。
後は頼みました。麦わら、パンツ返しやがれ。じゃ、仲間になれよ。んだけやってるか、戦国の言い訳できるじゃん。頼むのパズーカ。スーパーレッド、いくぞ。くれて助かった。ここは俺たちが麦わらさんを助けるぜ。船ありがとう。最高の船だ。大切にする。ああ、おめえらの旅の無事を祈ってる。パンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え。パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待て、フランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ。でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。お手修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくらー。